混合は海上自衛隊の護衛艦、混合型護衛艦の一番艦。艦名は混合艦にちなみ、旧海軍の混合型コルベット、混合、混合型戦艦、日本初のイージスシステム搭載艦である。艦名候補として、当初は雪風などが検討されていた。ライトアップされる混合と、鈴波混合型護衛艦一番艦、混合の乗員。 今後は、中期防衛力整備計画に、建造費は1223億円。同計艦中、本艦のみ、収益時多くマイナス1ヘリコプターデータ、リンク装置が未装備であったが後日装備している。また、リンク16のアンテナも収益後装備した。1993年11月26日から1994年2月21日の間、 イージュスシステムの装備認定試験のためハワイに派遣。1994年5月31日、護衛艦、クラマ等と共に艦隊平洋合同演習に参加するため、横須賀基地を出港し、6月23日から7月6日までハワイ周辺海域で実施された同演習に参加した。2000年5月15日、リムパック2000に参加するため、本艦を基幹として、 護衛艦、倉間、島風、村雨、春雨、夕立、霧雨、朝霧、補給艦、浜名、潜水艦、夏潮とともに横須賀基地を出港した。5月26日に新珠湾に寄港し5月30日から7月6日までハワイ周辺海域で演習に参加した。その最中、6月5日午前9時30分に米空軍海 -16 戦闘機と 地上から発射された3発の模擬ミサイルを SM-2 対空ミサイルで迎撃に成功した。7月13日から21日にサンディエゴに帰港。7月30日から8月3日まで再び新珠湾に戻り、8月16日に横須賀基地に帰島した。2003年4月10日、テロ対策特別措置法に基づき、護衛艦、有明、補給艦、浜名と共に、 インド洋に派遣、同年7月まで任務に従事し、8月22日に帰国した。2004年5月17日、テロ対策特別措置法に基づき、護衛官、有明とともに、インド洋に派遣、同年8月まで任務に従事し、9月19日に帰国した。2006年11月、三菱重工業長崎造船所に定期検査と MD 特別改造として、 スタンダード SM-3 ブロック1アンペア発射能力付与工事を実施するため長期入居する。2007年3月に MD 改造工事は完了し、同年8月に定期検査を完了する。同年10月15日に MD システム試験の目的でハワイ近海に進出し、11月6日に米海軍大ンデロガ級ミサイル巡洋艦レイクエリーの迎撃試験時に 標的2発の追尾に成功。11月15日には、弾道ミサイル標的追尾訓練で、分離標的の追尾に成功。12月18日、カウアイ島沖で、スタンダード SM-3 サムにより、太平洋ミサイル死射場から発射された模擬、弾道弾。2008年3月26日、護衛隊改編により、第一護衛隊軍第5護衛隊に編入された。 2012年12月6日、朝鮮民主主義人民共和国が人工衛星と自称する弾道ミサイルの発射に備えるため、護衛艦、妙、孔、懲海とともに、佐世保から出港し、アメリカ合衆国海軍と連携して迎撃体制を整える。同月12日、ミサイルは発射されるも領土内に落着する恐れがなくなったため、破壊措置命令の解除を受けて、 順次撤収に移る。2013年4月、再び北朝鮮にミサイル発射の兆候が見られたことから、破壊措置命令に基づき、日本海に展開した。2013年6月28日に、破壊措置命令は解除され、今後は約3ヶ月の警戒任務を終えて、6月30日に佐世保基地へと寄港した。現在は、第1護衛隊軍第5護衛隊に所属し、 低傾向は、サセボである、混合からの RIM-161、スタンダードミサイル3の発射2007年10月4日から、翌年1月4日の間、BMD 機能負荷に伴う装備認定試験のため、ハワイに派遣され、12月18日、米軍以外によるものとしては、初となる、スタンダード SM-3 による、迎撃演習を、ハワイカウアイ島沖で行い、 太平洋ミサイル試射場から発射された高度 160km の熱圏を飛行する標的ミサイル一発の迎撃に成功した。ありがとうございます。